で今日は減量中ダイエット中の食欲を抑える一番のコツについて話していこうと思います。でまず自分はダイエットとか減量を何回も繰り返してきて、何回も失敗してきて、しかも同じ失敗を何回もしてるんですよ。もう絶対繰り返さんとこうと思ってまたしてるみたいな。でダイエットする前より、体重乗っちゃったりとか、ダイエットする前より過度な食欲が来るようになってしまったり、あとは何回も切れ食いしたりしました。でその中で食欲をもう一番抑えるのに一番手っ取り早い方法っていうのがもう最近もう身に染みて分かったんで、まあね、今減量している方とかこれから始めようと思っている方、よかったらこういう意見もあるなと思って聞いてもらえたら嬉しいです。でまあ結論から言うと、明確な目標、自己実現欲です。でここで出てくるのがマズローの欲求5段階説で、まあ簡単に言うと生理的欲求、まあ食いたい寝たい、あとはまあ性欲ね。で2番目がそれを満たして安全の欲求、まあ例えば家であったりとか、まあ安全なんですよ。で3番目が何だっけな、社会的欲求、なんかに所属したり、まあ家族とか、あとは恋人とかの関係とか持って、でそれも達成するともう承認欲求、誰かに認められたいとか誰かに褒められたいっていう欲求が来て、でその上にあるのが自己実現欲求なんですよ。でこの自己実現欲が強いとめっちゃなんなんですけど、他人の意見とかも正直どうでもよくなるんですよ。自分の立てた目標とか、あとはゴールに、突き進むのでも必死なんで、マジで。だから他人にその褒められたとしてもその満たされへんし、もちろん懸念されたとしてもまあそこまで反応しへんし、まあこれもね限度があるんですけど、やからまあ友達どんどんいなくなるっすよね俺は。だから今とかは空腹も全然受け入れられるし、その切れ食いとかもここ1ヶ月とか全然なくてすごい楽なんですよ。で自分の経験上の話をするともうそれしか言えないんですけど、逆に、誰かの評価とかそういうのに合わせると誰かに認められたいとかそういう思いで減量とかダイエットとかしてると不意に切れ食いしたくなったりとか、過度な食事カロリー制限とか糖質をカットしたりして結構失敗するケースが自分の場合は多いです。いい言い方するとすごい楽なんですよね、自分は自己実現のために動いてる方が。で、まとめると食欲を抑える一番のコツとして、明確な目標、自分の中での目標とゴールを決めること、そうすることで、空腹も受け入れられやすいし、あとは変な食欲も出にくい、完全に出んってわけではないんですけど、まあ、心と体が一致してる状態になって減量とかダイエットがすごい楽やと自分は考えてます。でこれはねもう大前提として、最初の生理的欲求、食欲ね、これをある程度満たした上での話です。例えば、確かな自己実現の目標があってもカロリーを過度に、制限したりとかもう何も食わないとかであったら食欲が出るのは当たり前、生理的欲求を無理やり生理的欲求を無理やり抑えてる状態になるんで、誰でもそんな失敗する。なんで前の動画でも話させてもらったんですけど、その人の体型に合ったカロリー摂取と、あとはバランスのいい PFC バランスを守りつつ、運動も加える、食事だけでは、まあ、落ちるんですけど結構限界があると自分は考えてるんで、ある程度食事で落ちてきたなと思ったら運動を開始する。そうすると、まあ、パフォーマンスも下がりにくく、まあ、楽しくできるかなって思います。で自分の経験上、その短期間で体重が落ちれば落ちるほど、その後にやってくる食欲とかが半端ないんで、もうダイエットする前よりひどくなってる場合がほとんどでした。で、これ見てやる方にはもうそういう失敗はしてほしくないんで、前の動画とかいろいろあるんで、よかったら見てもらえたら嬉しいです。で、まあ最後に、コストコのチーズケーキが食べたいです。